やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題は、じゃん。尾身会長と政府がピリついて、なんか対立しているような感じですけれども、どっちについていったら我々国民は救われるのかっていうのを占いたいと思います。はい、基本的に1日2本動画アップしてます。ぜひチャンネル登録と通知をお願いします。ツイッターでは個人鑑定の受付状況ですとか日々のことをつぶやいています。個人鑑定の受付方法、鑑定の申し込み方法は動画概要欄に書いてありますので、ぜひご覧くださいませ。尾身会長、田村さんに自由研究だとか言われて、それさすがに言い過ぎじゃないって、政府はなんか示したのに何言ってんだって思ったんだけど、はい、ちょっとニュース読みますね。日テレニュースを読みます。まあ、これもどんなニュースでもいいんだけど、尾身会長独自提言へ政府関係者は不快感ってやつで、東京オリパラをめぐり、政府分科会の尾身会長は、政府などが観客の上限について決定する前に、独自に専門家による提言を発表する考えを示しました。で、政府は尾身会長らの提言を、自主的な研究成果の発表と位置づけていて、これ、田村さんが言ったんだよね。うん。政府と専門家の溝が深まっています。で、政府は五輪のコロナ対策については、東京都や組織委員会との調整会議で専門家も含めて議論しているとして、尾身氏が会長を務める政府の分科会には、感染リスクの評価について諮問しない方針です。ほう、そうなんだ。うん。で、尾身会長は4日、観客の上限について、なんか政府が決定する前に独自に提言を発表する考えっていうのを示して、政府から要請はないが、我々の考えを表明するのはプロとしての責任だと述べました。しかし、こうした尾身会長の動きに対し政府関係者は一様に不快感を示していて、政府幹部がオリンピックは尾身会長の所管ではない。別の政府関係者も尾身会長の立場では五輪をやめろという提言しかできないなどと話しています。っていう感じで、うん、かなり波紋が広がっておりますけれども、難しい問題ですね。でもなんか、自由研究の発表っていうのは、あまりにもひどくないかなって言い方としてね。っていうのは個人的にはちょっと思ったかな。はい。尾身さんどんな人なんだろうと思って、カバラス秘術見ましたら、うん、4は絶対入ってる。4とか6は絶対入ってるだろうと思ったら、本質が4でした。ザ・真面目です。うん。探求。堅実。探求。堅実、真面目、努力家、慎重派ですね。コツ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 毎日頑張って努力して形にするっていうのが得意な人です。かなり慎重です。正義感がむっちゃ強いです。うん。正義感強いのが4とか6とかね、この辺の、偶数3もしくは22とかなので、その辺入ってるだろうなと思ったら、4の正義感の強さでしたね。はい。で、11、ペルソナの11は、目に見えないものを感じ取る新感タイプ。優しさ、繊細さとか、うん。繊細な感じするよね。あの辺、ガラスのハート、優しい、繊細。この辺は11ですね。うん。1たす1で2の性質を元にしております。うん。で、未来数8、これももう70歳でしたね。77歳なので、未来数の8も発動しているので、これは、駆け抜ける戦士、これ発動しております。白黒をはっきりつけたいタイプで、うん。好き嫌いも敵味方もパキッと分かれます。今分かれてますね。分かれてる。めっちゃ戦ってる。今、むちゃくちゃ8と4が発動してるなっていうのが、まあ、これはね、過去数だからね。ペルソナは、この8と4むちゃくちゃ発動して戦ってるわっていうのが、政府と戦ってるっていうのを思うわ。カバラス秘術、今日も恐るべしですね。はい。ということで、じゃあ、政府の尾身会長への今の気持ち。まあ、なんか占わなくてもなんか、ネガティブな気持ち持ってそうだけどね。で、尾身会長の政府への気持ち。これもネガティブっぽいけどね。あとは、タロットさんは尾身会長を個人的にどう思うのか、いい人なのか、それとも
や、そんなに信じない方がいいよっていうのか、どうなのか。ね、でも、素晴らしい経歴がある方ですけれどね、本当に。で、尾身会長政府、我々国民はどっちを信じればいいのか、どっちを信じたら救われるのかっていうのをちょっと見ようと思います。じゃあ、まず、政府の今の尾身会長への気持ち。むちゃくちゃ悪かった。もう飛ばしたい気持ち満々じゃん、これ。まあ、これなんか、多分やめさせられそうな気がする、このままだと。はい、ズバッと出ました。いや、フールの逆とか、世界の逆出たら、なんか途中でやめさせられるだろうなと思ったら、そのカードがまんま出て、あーってなった。この後さ、尾身さん辞めさせられるとか占おうと思ったんだけど、なんかそんな気がする。まず全体的なキーカードは運命の輪の逆なんですよ。うん、噛み合わないとかね。なんかもう、この人がいると不幸とかね。とにかく政府と合わないとか、うん、不幸をもたらすとか、タイミングが合わないとか、とにかくなんか、いろいろ噛み合わないなっていうのは全体的なところで、どう思ってるか世界の逆。ね、これ中途半端なところで終わるとかね。だから、このさ、会長というこの職を全うさせないで終わらせようとしてんじゃないかとか、このフールの逆も、フールの逆、逆どっか行っちゃうとか、飛ばしちゃうとか、飛ばされちゃうとか、なんかそういう意味もあるけど、無知無計画。無知無計画。そうね。何も考えないで言ってるとか、いや、考えて言ってるだろうけど、なんかこの、これとか俺が出ると、もう、なんか政府、尾身さんのことを辞めさせちゃうんじゃないかなって思った。まあ、開いた瞬間に、ああ、辞めさせないぞって思っちゃった。あとは節制の逆なので、なんか感情とかね、のコントロールがなってない。尾身さんは自分がどういう立場か、分かってないのか、自分の気持ちとか、ちゃんとコントロールしろして、物事を言えみたいな感じで、かなりひどい気持ちだね、政府から見た気持ち。なんか、あでも、うん、そうね、想定してた感じだわ。対策注意点付き。この確執というか、二人の、両者のモヤモヤというか、不透明感は消えないだろうな。消えないと思う、多分。対策しようにも多分、無理っぽいかな。じゃあ、尾身さん、尾身会長からの政府への気持ち。間違えちゃった。間違えちゃった。こうだよね、こう。こうだったよ。思わずケルト十字に並べちゃった。よいしょ。ああ、これ、尾身さんからもやめてやるですね、もう。なんか、両者ともやめさせてやる。いや、こっちこそやめてやるみたいな。最悪な感じだな。まあ、尾身さんは、から政府への気持ち、あ、ズバッと出ました。はい。こんなに頑張ってんのに、全然報われないみたいなね。頑張っても頑張っても、全部無駄に終わって、なんだこの俺の自己犠牲はみたいな。そりゃそうね。生き通るはそりゃそうで、こんなプロで、うん、分科会っていうのを作って、専門家の意見聞きますねって言っときながら、聞かない。うん、自由研究って言われる。確かにそれは、自分がその立場だったら、うん、辛いね。うん、辛すぎるわ、ちょっと。で、太陽の逆でしょ、もう。もう政府に対しても、何の信頼も何にもないね。希望も何もない。で、政府は感情的である。理性、知性、科学的なものとか、そういう理論とかね、そういうのが全く通じないと。理論的な知性、人間としての知性みたいなのが全く政府にはないみたいに。めっちゃ怒ってんね。うん。で、フールの逆。これも政府に対して無知無計画、お互い思ってんだね、無知無計画で。うん、やめてやるみたいな感じで思ってると思う。対策注意点、運命の輪、なんだろうね。運命の輪。尾身さん、政府の分科会。今のままだと多分報われないから、なんか違う、このチャンスというか、もっといい場所、いい機会に行けばいいのにって思った。それか今後、何かチャンスが訪れるのを待てって言ってんのか。訪れるか？どうだろうね。この後、衆院選があって内閣が、総入れ替えとかになったらあるかもしれないけど。ちょっとお互いの気持ち最悪ですね。予想通りの
いい気持ちが一枚も出なかった。じゃあ、尾身会長は辞めちゃいますか？いつか。この1年以内に尾身会長は会長じゃなくなるのか。尾身会長辞めちゃいますか？辞めさせられるか、自分で辞めるか。辞めますか？はい。尾身会長は辞めますか？辞めそうだね。いなくなりそう。むっちゃ暗いもんね。太陽の逆。対策注意点、鳳凰。鳳凰に言われんのかな？鳳凰誰だろうな？だろうね。もうわけわかんないや。鳳凰。そうね。やめた方がいいのかな。なんか、尾身さんの気持ちを考えるとさ、いたたまれないよね。なんか、こんな、なんかすごい経歴持ってさ、なんか提言してんのにさ、なんか、その扱いは、なんかプライドも傷つくしさ、なんか結構なひどい言い方してる、本当に。はたから見てて、ね、なんかどっちが好きだったとか別に肩入れしてるわけはな、とかはどんな全然ないんだけど、うん、客観的に見て普通に、言われて傷つくことを平然となんか政府言ってるなぁと思って、うん、じゃあタロットは尾身会長のことをどう思いますか？評価してんのか評価してないのか。これも3枚出しますね。星。はい。ズバッと出ました。仲良くしろとは言ってんだね。なるほど。全体的なキーカードが星なので、高い目標、希望とか、理想、そういうのを追求して、すごく頑張ってるっていう、だから評価としてはめっちゃ高いです。タロットさんの。星はとてもいいね。まあ、細かいところ。女帝の逆は悪いけどね。女帝の逆はちょっとプライド高いすぎんじゃないかな。プライドの高さは邪魔してないかなっていうのはある。見栄えとか見かけとかプライドとかが、うん、高くてこう邪魔してるところはあるかなっていうのは一個悪い点としてはある。ただ戦車。うん、さっきも出たね。4とか8ね。戦ってるねって言ってるけど、うん。すごい気力で、エネルギーで戦って突き進んで、積極的にポジティブになんか頑張ってるなっていう、これも良い評価で、釣り人なので長期的にすっごい努力、我慢、自己犠牲して、まあこれも頑張ってて、あれ、なんかお疲れ様ですみたいなのを感じたね。うん、だから、このプライドの高さみたいなところ以外は全体的にいいカードですね。タロットさんの評価としてはかなり高いと思います。対策注意点は恋人なので、もうちょっとなんか人間関係うまくやった方がいいよとは出てるけど、どうだろうね。うまくできてないのかな。どう思います？皆さん。まあ、できてない部分もあんのかな。もうちょっとうまくできるのかな。やり方として。細かいさ、どんな言葉尻とか政府とやり取りしてるのかまで細かくは毎日聞いてないからさ、どんなコミュニケーションの取り方してんだろうっていうのがちょっとわかんないんだけど、もうちょっとコミュニケーションうまくやって仲良くすればもうちょっと良くなるのになっていうタロットさんからのなんか対策でした。はい。じゃあ、我々国民は尾身会長政府、どちらを信じてついていけば救われるのか。こっちが尾身さん、こっちが政府。はい。ズバッと出ました。結果から言うと、どっちもどっちですね。どっちもどっちだった。うん。そうね。まあ、こっち、まず尾身さんから行くね。現状とか、現在の我々の気持ちとか状況としては、釣り人。うん。我慢してる。長期的な自己犠牲、努力、我慢。っていう状態。で、近い将来、尾身さんについていくと、正義の逆。あれこれ手を出して失敗するとか、優柔不断になっちゃうとか、なんか方向性が曖昧になりそう、尾身さんが。で、最終的に節制の逆なので、いろんな流れが悪いでしょ。あんま良くないよね。で、じゃあ政府はいいのかというと、政府
現状としては政府対応だから、とても明るいんだけど、そんな明るいかなって今思ったんだけど、もう一応明るいカードは出た。で、近い将来が、正解の逆なので、中途半端なとこで投げ出すとか、なんだろうね、これ。やっぱ、選挙とかとも関係あるのかな。内閣が、政府が、コロナ対策中途半端なとこでポイっても、それぞれの責任者が、あ、もう自分の仕事じゃないみたいな、なんか投げ出しちゃうとか、これは良くないね。で、最終結論が月なので、不安、迷い、混沌が続くみたいなね。どっちにしろなんか悪そう。全体的なこの質問に対するキーカードが4なんですよ。だから我々としては、日本国民としては、政府を信じるとか、尾身さんを信じてついてこうじゃなくって、それぞれの倫理観とか、モラル、マナー、秩序、国民性というかね、国民としてのモラル、ルール、なんかそういうものを信じてた方がいいのかな。そういうことかな。法を。ちょっとどっちについていくとか、そういう問題じゃなくて、ここの倫理観とか正しさとか、そっちを大事にしろって言ってるような気がします。じゃあ私のね、このどっちについてけって質問が、玉木、何言ってんだってタロットさんにね、こう言われた気がするね。もしくはこれ、タロットさんかもしれない。俺を信じろ！タロットさん、俺を信じろって言ってるのかもしれない。いや、そんなことはない。多分個人の、ね、国民一人一人のルール、マナー、そういうのを、大事にしなさいって言ってるんだと思います。はい。ということで、尾身会長と政府、どっちについていったら救われるか、みたいなのを占いましたが、どっちについていっても救われそうもないので、一人一人、個人個人、自分で自分の身を守りましょう。はい。では、じゃんけんいきましょう。たまーきじゃんけん、じゃんけんぽい、パンなので、チョキの人の勝ちです。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。